震災の被災地、宮城県石巻市。津波で流された町の一角に、頑張ろう石巻の看板が立っています。私たちは名古屋にある杉山女学園大学の学生です。この看板、誰がどのような思いで立てたのでしょうか。看板を制作したのは黒沢健一さん。黒沢さんは水道配管業を営んでいて、ここに自宅兼店舗がありました。しかし津波で全て流されてしまいました。その次の日の悔しい思い度が、悲しい思い度が、絶望感とかをこう津波なんかに負けねえぞっていう思いをなんか形にしたかったんですかね。石巻市は仙台から北東に50キロほど離れています。震災による死者・行方不明者は3600人。市町村の中で最も大きな被害を受けました。町は高さ56メートルの日和山を中心に形成されています。沿岸部はこの高台を除いたすべての地域に津波が押し寄せました。日和山の下にある門の脇町、そこに頑張ろう石巻の看板があります。看板は横11メートル、縦2メートル。黒沢さんが友人と力を合わせて瓦礫を重機でどかし、廃材をかき集め、ペンキと絵の具で描き上げました。看板1日、下書き1日、書くの2日、まあ4日ですね。黒沢さんは看板が何の役に立つのかという批判も覚悟していました。しかし違いました。手を合わせて拝む人、看板を見て涙を流す人、今では復興を目指す町のシンボルになっています。自然になんか祈りの場的になってきたんです。いろんな人がこう花をなんか石をこう積んでこう祈り場的になってきたのを見た時に、あでこういう思いで、まあ、地元の人、よそから来る人がそういう思いでそういうのをしてるんだなって思った時に、あこれはやっぱりちゃんとしなきゃないなと思ったし。看板を設置した後で花を手向ける献花台を設けました。そして被災地石巻の木片を種火にした火を灯しました。犠牲者への追悼と生き残った自分たちの頑張ろうという思いからです。これまでの歩みを写真で紹介しています。震災から2ヶ月が経ちました。七夕飾りです。台風が来て水に浸かりました。夜はライトアップされています。クリスマスを迎えました。震災から1年が経過。2年目の鯉のぼりです。3年目を迎え、映像と音声でメッセージを流すガイダンス装置を設置しました。震災概要。ご覧の通り一面更地になっていますが、かつては商店街もある住宅地でした。でこの場を途中からは本当に最初のなんていうんですかね、津波に負けないとか亡くなられた人を追悼する思いっていうのをメインに考えてましたけど、
今はもう伝えていかなきゃないんだろうなって思いも加わったので、そういうふうにしました。震災直後の映像です。地盤沈下で浸水しています。震災から1年が経ちました。浸水を防ぐための仮の防潮堤が完成しました。2年目の夏、青々とした草が一面に生えています。震災から1年半、宅地の造成工事が始まりました。津波で家を流された人たちの住宅を建てるためです。震災から3年目に入りました。これは看板の根元から芽生えたひまわりです。震災に負けなかったど根性ひまわりとして苗木は全国に発送されました。でもこれぐらいな感じで、はい、私たちが改めて取材に伺った時、希望を伝えるど根性ひまわりの苗木を植えさせてもらいました。まずね、あ、かわいい、そこやって最後の1個かな、これだけ、うん、夏に入り花が咲きました。七夕飾りもあります。12月、冬を迎えました。震災から3年目に入り、修学旅行で被災地を訪れる高校生などの姿も見られます。石巻は震災から3年を迎えます。市内を流れる旧北上川では堤防の建設が進められています。堤防の高さは 4.1 メートルから 7.2 メートル、護岸工事が行われていました。石巻では宅地の造成工事が進められていますが、若い世代や経済的に余力のある世帯は独自に住宅の再建を始めています。長引く工事を待ちきれないからです。その一方、高齢者の世帯は住宅の再建を諦めて災害公営住宅への入居に切り替えるケースが多いようです。2014年3月11日、静かな朝を迎えました。日和山です。津波で住宅が流された門脇町です。頑張ろう石巻の看板です。津波の犠牲者を慰霊する準備をしています。看板の後ろにテントを張って灯籠やキャンドルを用意しています。黒沢さんは地元の人たちと頑張ろう石巻の会を組織してこうした活動に取り組んでいます。この日は大勢のボランティアの協力を得て
地元の人たちが慰霊の集いを企画しました。看板の隣です。石を集めて重ねています。花を風に飛ばされないようにしていたのでした。はい、はい、はい、カフェオレ2つ。こちらは神戸から駆けつけたボランティアの人たちです。訪れた人にコーヒーを振る舞っています。阪神淡路でお世話になって、お礼でね、ここへ、だから3回目やね。午後になって、訪れる人が増えてきました。準備は順調に進んでいるようです。訪れた人たちは思い思いの気持ちを胸に献花台に花を手向けていました。午後2時46分です。黙祷。東日本大震災で、犠牲になられた方への思いを込めてバルーンを、天高く飛ばしていきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。思いを込めて天高くバルーン風船が飛んでいきました。いろんな様々な思いはありますが、思いを込めて今後も歩んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この後明かりを灯す準備に入りました。黒沢さんたちはこの日のために灯籠とキャンドルを配置する図面を作成しています。ここを決めてから、やっぱりこれあれでしょ、あの今自転車を裏当たりにしてもらったところですね。あ、そうですね、あの辺くらいに近いですね。やっぱ内側を割ってからとか。ボランティアで手伝うのは震災当時石巻湾で救助に当たった海上自衛隊の護衛艦高波の乗組員の人たちです。夕方になって明かりを灯す準備が完了しました。いい感じ。イメージとぴったし。そうですね、まあ、こんな感じですかね、上から見ればね。日が沈む頃、灯籠に明かりを灯します。震災から3年、1096日にちなんで1096個の灯籠が並べられました。
地元の人たちが頑張ろう石巻の看板の前で灯した祈りの明かり、そして希望の明かり。震災の被災地は4年目を迎えました。看板を立てることによって自分はやっぱり負けれないなと、やっぱ絶対負けないぞって、立てた人間が挫折してはダメだなって思いがやっぱあるので、だその思いをやっぱり継続していく上でやっぱりこの看板は逆に自分の心の支えにはなってますね。東日本大震災で3600人が犠牲になった宮城県石巻市、被災した住民が自ら書き上げた頑張ろう石巻の看板。復興を願う地元の人たちの心を支えています。